どうも、キャメです。実はですね、こちら、新しく、緑茶の湿気換気をつけました。まずですね、こちら、ケージですね、ケージ。ケージがですね、まあ、これ、60、横60、奥行き35じゃない、45。で、縦が30しかない、ケージなんでね、ちょっとね、一工夫ってほどでもないんですけども、こんな感じで、ちょっとね、上にくっつけてます。これでね、ちょっとね、なんとかね、臭くなる、まあ、周りが超えたりするようだったらやめるんですけども、今のところ大丈夫そうなんで、まあ、とりあえずこれで、てか汚いな、まだ。ちょっとね、格安だったんで、ちょっといろいろ汚いんですけど、一応今のところこれで問題はない感じです。ちょっと、ここは暖かいかな、ぐらいで。うん。でね、ここ。まあ、この紫外線 LED なんですけども、これじゃ弱いんで、ちょっとね、ちょこちょこ。お散歩に連れてってます。まあね、いいやつもあるんですけどね。ちょっと今、どうしようかなーと考えてるんですけども、お散歩連れてくしいいや、みたいな、そんな感じです。ね、これ。ね、床材はこれはもう、ヤシガラチップですね。まあ、この子ぐらいの大きさだったらね、まあ、間違ってもね、これ。飲み込んだりはしないと思うんで、まあまあ、これでいってます。で、まあ、シェルターも、まあ、使い回しの、100均のやつを半分に切ったやつ。んで、さざらって、ちょっと水が入りすぎちゃったかなって感じですね。んでね、ちょっとね、これちょっと困ってんのが、あんまり湿度が上がんねえなと思ってて、今はこんな感じですね。30度。でね、60%。できればね、80欲しいところなんですけども。まあまあまあ。もうびちゃびちゃなんで、これ以上ね、湿度を上げられないんで、ちょっとどうしようかなって思ってるんですけどね。もうちょっとね、こう、まあ床材を厚く引くか。今こんな感じです。って感じなんですよね。ここがいいか。こっちの方が結構暖かいんですけどね。こっちがまあ30度ぐらい。こっちがまあ多分、体感的にはまあ35、6度ぐらいですかね。なってます。もうね、ご飯食べちゃったんで、もうお眠モードに入っちゃったんですけど、ちょっとごめんな。寝ろく。重い。結構ね、最近結構ずっしりしてくる。した感じはありますね。ね。ずっしりしてるよね。逆光でちょっとおかしいな。最近はもうこんな感じです。思ったらね、ちゃんとね、ちょっと軽く哀れますし、食欲もね、まあちょっとね、残ってますけど十分ありますし、まああとはもうちょっとはね、動いてくれればいいなと思ってます。東ヘルマン陸上はね、まあとりあえずこの子だけでいいかなとは考えてはいるんですけど、別にわざわざペアにする必要もないですし。なんでよ。この首動かすの、これが好きなんです。この首、ちょんちょんちょんって動かすのが。もう一回やって。かわいい。はい、やだね。はい、ごめん。もう下ろすね。ごめんね。長い時間ごめんね。はい。はい、ありがとう。体重の方も測ってみましょうか。はい、というわけで体重の方がぴったし 30g ですね。そっか、そういえば初めて測ったのうち来てな。多分ね、来年ぐらいには多分まあ10倍いくかな。いかないか。まあ5倍から10倍いくでしょうね。ねえ、いかないか。はい、というかね、今日はね、まあ、東ヘルマンリクガメのミロクちゃんの飼育ケージを新しくしましたということでね、動画にしました。今後もね、まあ、カメたちの動画を出していきますんで、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃ、バイバーイ。